町寺は、日本の行政区画である。町、朝、町、または寺、町もしくは寺などとも表記されることもある。町と寺の2種類からなり、両者の区別が曖昧かつ定義が同様であることから、総称して呼ばれる。地方自治法では、第260条に、町もしくは寺と規定されている。町もしくは、字の設置、廃止、区域変更、名称変更は、 市町村議会の議決を経て、市町村長が告示することにより、これらの行政処分の効力が生ずる。長次は日本における住所表記の基礎となる土地区分であり、住所表記の際に、地盤の直前に記されるものである。日本国内に15万以上ある。町は、町長、町区、町域などとも呼ばれ、これをさらに町名で区分けしているものもある。 町長と大技の明確な違いははっきりとはしない。市街地にあるものが町庭で、郊外などそれ以外の地域にあるものが大技とする考え方や、正面に区分されているのが町庭、それ以外の区分されていないものが大技とする考え方。明治期の姿勢、町村制施行前の自治体を前進とするものが大技で、それ以外が町庭とする考え方。 各市町村の定義に準じる考え方など、複数の考え方が存在する。どちらにせよ、町廷も大技も、その使用法、機能、定義は同じものである。なお、市区町村によっては全域もしくは一部地域に、町字が設定されず、市区町村の後に、すぐ地盤を記す、住所表記も少数派だが存在する。ただしこのような場合でも、 公的な住所表記としては省略される小技を便宜的に用いることがあり、また、愛媛県八幡浜市のように、利便性の面から直接地盤や障子を廃止して、大技を新設する例もある。日本の全ての町地を五十音順に並べると、先頭になるのは、アークスである。日本の住所表記において、市区町村下に設けられる、土地区画で、主に市街地域において、多く見られる。 日本の住所表記において、市区町村下に設けられる土地区画。上記町長より、比較的、広く、いくつかの小技からなる。元は、町や村として独立していたが、明治時代の市政町村制の施行の際に、新たなる市町村内の一区画となったものがほとんどである。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の、 推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の地方自治法第260条は町もしくは字について以下のように規定している。第260条市町村長は政令で特別の定めをする場合を除くほか市町村の区域内の町もしくは字の区域を新たに隠しもしくはこれを廃止し、または町もしくは 字の区域もしくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければ、ならない。二、全項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。三、大一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、全項の規定による告示によりその効力を生ずる。地方自治法庁もしくは、 字の区域を新たに隠しもしくは、これを廃止し、または町もしくは、字の区域もしくはその名称を変更するときは、政令に特別の定めをする場合を除き、当該市町村議会の議決を経て、市町村長がこれを告示することにより、効力を生ずる。町もしくは字に関する行政処分は、以下のようなものがある。上記の行政処分は主に土地改良事業。 土地区画整理事業、住居表示、国土調査を実施した場合や、こういう水面埋め立てにより、新たに土地が生じた場合、市町村の配置分合、市町村の境界変更などがあった場合に行われることが多い。2012年3月31日までは、当該市町村議会の議決を経て、市町村長は、都道府県知事への届け出を行い、 都道府県知事がこれを告示することにより、効力を生ずることとなっていたが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の、推進を図るための関係法律の整備に関する、法律の施行による、地方自治法の改正により、市町村長が直接処理することとなった。改正前の条文は、以下の通りである。 第260条政令で、特別の定めをする場合を除く外、市町村の区域内の町もしくは、地の区域を新たに隠しもしくは、これを廃止し、または町もしくは、地の区域もしくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が、当該市町村の議会の議決を経て、これを定め、都道府県知事に届け出なければならない。二前項の規定による届け出を受理したときは、 都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。三大一行の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、全行の規定による告示によりその効力を生ずる。地方自治法また、本土復帰前の沖縄でも、日本の地方自治法と同等の条項を有する、市町村自治法が施行されており、 琉球政府行政主席による告示により、効力を生じていた。ありがとうございます。